第53期海上自衛隊生徒、海上自衛隊生徒及び航空自衛隊生徒とは、海上自衛隊、航空自衛隊において、もっぱら教育訓練のみを受ける、総予定者のこと第24条、第2項正しがき3章。若年時から教育を施して、技術部門における中堅となる層を要請していた、制度である。 従来の海空生徒は三等海士及び三等空士の階級に指定され、学年と共に承認していった。なお、海空生徒は、平成19年4月入隊の第53期生を最後に、以後の採用を停止し、平成23年3月の山荘承認に伴い、関係部署を廃止した。第1十課学校生徒部を卒業した。 海上自衛隊生徒は三等海層に任せられる。海空生徒は中学校卒業者から採用される。非人規制隊員で三等海空誌に採用された。4年間の家庭修了時に三等海空装に承認するとともに高等学校卒業資格を得ることができ、防衛大学校、航空学生への進学、転換も可能であった。なお、海空生徒は、 制度開始から募集を終了する2006年まで男子のみを対象とした制度であった。生徒教育では技術部門での教育に力が入れられており、技術階層、空想や幹部として活躍するものが多い。自衛隊法上は三等会、空士の階級に任命される自衛官を海空生徒に限定はしておらず、同法第十六条第一項は三等会、 空誌を含めて、任期の定めを置いている。もっとも、三等会、空誌の階級は、海空生徒に採用されたものの階級としてのみ、運用されており、一般隊員として入隊したものには二等会、空誌の階級が指定されている。また、自衛隊生徒の任用等に関する訓令第2条により、海空生徒については自衛隊法第36条。 第一項の適用が除外され、非人規制隊員となっていた。自衛隊員の削減による人権費抑制策及び少年兵に係る国際条約との整合性を図るため、海上自衛隊生徒及び航空自衛隊生徒3種制度は平成23年3月をもって廃止された。ありがとうございます。